嬉しい。こんばんは。配信ためにうわ嬉しい。ありがとうございます。だいぶ話し会行くよ。やった。え、見てるよ。え、ん、今ですか。私が探そう。ほん、え。けど昨日嘘、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。昨日の配信の切り抜きじゃないですけれども、嬉しいです、ありがとうございます。え、私の動体視力がついていけていない。ありがとうございます。ひとみさん、ありがとうございます。本当にもうすごくずっと好きな曲で、オーディションの時のカラオケ配信とかでもすごいずっと歌ってて歌ってて、だからこうまさか私がそのこんなこうね、機会で歌わせていただけるなんて思っていなかったので、本当にこうありがとうございます。ひとみさんのセンターの曲をさせていただけて本当に幸せでした。ありがとうございます。嬉しい。昨日ファンの方が、私がそのひとみさんのツイッターを見てスクショしてたよというのを伝えてくださってた、ひとみさんの動画を見た動画をファンの方に送っていただいて、でそれも私は保存をさせていただきました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。今のはちょっと伝わらないかもしれない。嬉しい、ありがとうございます。本当にすごくありがとうございます。ニヤニヤしちゃう。ありがとうございます。嬉しい、私もいつも配信見させていただいてます。ニヤニヤしちゃう。嬉しいです。たくさんひとみさんの動画見て研究させていただきました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、皆さんも教えてくださってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ついていけてない私が。カメラマンハートにありがとうございます。すごく幸せです。私もひとみさんのようになれるように頑張りたいと思います。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。まだまだもうもっともっとひとみさんのように可愛くできるように頑張ります。嬉しい、ごめんとも本当にありがとうございます。これスクショの音聞こえちゃってる、恥ずかしい。そういえば、ああ聞かなかったことに。恥ずかしい、そうか、あーどうしよう、なんかすごい失礼なことを、すいません、ごめんなさい。聞こえたら、聞こえちゃったら恥ずかしい。自然としちゃった。これちょっと音出ちゃうの恥ずかしい。ありがとうございます、聞こえてなかったことにしてください。すいません。ありがとうございます。忘れてた。スクショの音聞こえちゃう。ありがとうございます。もうスクショしません。目に焼き付けたいと思います。目に焼き付けます。ありがとうございます。で、これ
りです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、したくなっちゃった、嬉しいです、幸せです、まさか見ていただけているなって思っていなかったので、終わった後にツイッター見て、あの先輩方がたくさんそのニヤジョイの配信、あのライブを見てくださってて、もうすごく嬉しかったです、あのコメントとかもすごくしてくださってて、本当にありがとうございます、ありがとうございます、なんか私もうぼーっとしちゃいそう嬉しくてぼーっとしちゃいそうありがとうございます、お忙しい中見に来てくださってありがとうございます、嬉しい手遅れのサビの内容で刺さりまくって、ええー、本当ですか、ありがとうございます、いやちょっとはい、私も今日ずっとすごい余韻に浸ってて、私は今日までチートデーをしていたので、一日中かけて、一日かけて、鎖骨さんありがとうございます、ソリだ、トナカイのソリありがとうございます、ありがとうございます、見てくださっていつもありがとうございます、嬉しい、こんなありがとうございます、大優勝は、本当にありがとうございます、言っていただけて嬉しいです、頑張りたいと思います、まだ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 ですので頑張ります、まだまだハマジさんもありがとうございます、これはなんだ、鈴飾り、飾りかな、ありがとうございます、ありがとうございます、頭つけなくて、ガクチナキスです、対応とありがとうございます、そんな言っていただけて、そんなありがとうございます、福屋さん、ふみさんありがとうございます、皆さんのなんだろう、リプ感想たくさん送ってくださってたじゃないですか、もう全部目通しました、私夜中まで見ちゃってた、ずっと見ちゃってた、楽しくって、本当に皆さんの感想を書いてくださってるのがすごく嬉しくって、読むのも楽しくってずっと見てた。大好きな思い伝われって伝わってますよ、嬉しいよ、いつもありがとうございます、水さん、増田さんありがとうございます、トカちゃんありがとうございます、お話し会本当に嬉しい、いっぱい話しましょう、ぜひぜひ、泣く曲じゃないのに感動して、ありがとうございます、なんかそのね、そう、そこまでその私のことで感動してくださってるっていうことがすごく嬉しいです、ありがとうございます、純三枚ツイート見ました、見ました見ました、土曜感想伝えに行くの絶対足りない、そんな嬉しい、ありがとうございます、そう、あと4日ね、そうだよね、5日からだから、そう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 、ぜひね、アーカイブ配信でこの4日間、あと4日間余韻に浸って、で、そこからまた1週間細かく見て余韻に浸って、何回も見て余韻に浸ってという1週間をぜひ一緒に過ごしましょうありがとうございます、何週でも、もう何週でもしちゃってください、ぜひぜひ、嬉しい、ありがとうございます、今日はゆっくり、昨日は本当に割とちょっとバタバタした配信になっちゃったので、今日はねゆっくり特別公演の話とかもできたらいいなと思っています、一週間休みなしで見ます。嬉しい。いっぱい見てね。ありがとうございます。リペア様、ありがとうございます。もうちょっと待っててねって書いてくれてるの？嬉しい。待ってるね。まいなみちゃん、ありがとうございます。そうなんですね。毎日会いで、そうなんですね。私、今日の配信見れていなかったです。そうなんです。
なの。確かにそれはだね。ね、12月、そう、12月なの今日から。街クリスマスの曲流れてたよなんかすごい一気に冬っていうかクリスマスだなって思いました。ふみさんありがとうございます。送るねって、嬉しい、待ってます、嬉しい。もうね、たくさんあります。ゆうかちゃんなの嬉しい、え、ほんとに嬉しいです。もうあの本当にあの YouTube にあの手遅れコーション載ってるじゃないですか。あのもう何度も見て何度も見てなんかこう研究してたんですけど、やっぱりそのいおりさんのような形になるのはもう本当にすごく難しくって、なんか解釈とかをこうでどうしたらそのなんだろう表現というかできるかなっていろいろ研究したんですけれども、やっぱり難しいですね。けどすごくあの自分の持っている最大限はできたんじゃないのかなと思うので、これからねまだまだちょっと頑張っていきたいなっていうところでございます富蔵さんありがとうございます。なにこれ、アヒル、こわこわ、ありがとうございます。富蔵さんすごい、あありがとうございます。こま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 じゃないけど、こまこまありがとうございます。けんさんありがとうございます。ゆうやさんととまるさんありがとうございます。すごい、金色のアヒルだよ、ありがとうございます。私ちょっとねコメント追いつけていないよね生で見たかったって、嬉しい、ハートありがとうございます。チャンピオンさん、かかがとゆかちゃんバージョンもよかったよ、ハートに、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。てこみさんもちきぴーさんもありがとうございます。ツイッターフォローしてるけどショールーム初めて来た、おー、ありがとうございます。ぽよさんよろしくお願いします。ツイッターフォローしてくださってて嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。タロテさんありがとうございます。しびれた、本当に良かったです、ありがとうございます。これからの成長を見届けていただけると嬉しいです。まだまだ頑張ります。カラケー全力で殺しながら見てた、すごい、そんなこともできるんだ、すごい、ありがとうございます。確かにそれだったらあれだよね、声めっちゃ出せるよね。めっちゃよかった、ありがとうございます。結婚してありがとうございます。もっと本気で見届けるよ、ありがとうございます、嬉しい。中コンプレックスも良すぎた、ありがとうございます。たくさんね歌わさせていただいて緊張しまくりでしたよ、どうかなっちゃうかと思っちゃった赤のベルト見えてた、見えてましたよ、見えてた、見えてた。私なんか上手が多かったですか、違う違う違う、ん、下手が多かったですか、私もしかして、わかんないけど家族から下手側多かったねって言われました。実際どうだったのか、ゆっくり休みました。なんか尋常じゃないほどに食べたかも今日に関しては。まあ明日から頑張る、また上手が多かった、どっちだろうね、だーじゃ半分ってことだ下手多かったかも、多かったから、そう明日から、そう今日は本当に今日はもう本当に何も気にせずに食べてる、あでも過去一食べてるんじゃないかって気持ち的にね、もっと食べてる日もあるかもしれないんだけど、気持ち的にもうノンストレスで食べてる。で今日いっぱい食べたら明日からねまた頑張れるじゃん、だからありがとうございます。総合力高い、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。お菓子ボックス、あーちょっと食べた、ちょっと食べたよ、
食べた。ハートもありがとうございます。嬉しい。ゆかちゃんずっとおってました。ありがとうございます。何を食べたと説明ができないぐらい食べました。前髪綺麗。本当ですか、嬉しい。私ね、アンコールの時になったらさ、私汗で前髪浮いちゃう人なんですよ。あ、もうずっとおんまやだな。おんまやになってるので、私もさ、気づかなくって、自分で前髪の感覚なくって、で、あの、てっきり私はパッツンに綺麗になってると思ってたの。だからなんかこう、ちょっとおんまゆになってましたね。気づけば。気づけばおんまゆだったので、ちょっとびっくりしちゃいましたよ。うん。苦しいぐらいに食べた。昨日も、昨日というか、すごいというか、なんだろう。たくさんいただいたんですよ、ケータリングで。それをね、いっぱい食べました。そう、明日に持ち越さないように、もう今日でいただいたものを全て消化っていうレベルで食べている。タイガさん、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。お弁当2個、帰り持って帰らせていただいて、それはね、配信終わった後に食べました。すごい、夜遅くでしょ。夜遅くにね、お弁当食べた。いつもはもう食べない時間帯に食べて、自分でもびっくりだけど、可愛いなと思って。そうそうそう。投資さん、はじめまして、よろしくお願いします。 I love you って、嬉しい。 I love you、 お願いします、お願いします。悪さ自慢みたいにね、食べちゃったんだーって。フォローしました、ありがとうございます。嬉しい。明日も配信するので、ぜひぜひ夜しますので、ね、そういうのも大事。それなんですよ、本当に大事大事。けどね、まあ定期的にチートデイ挟みつつ、待機維持もね、お仕事のうちだからね、していきたいと思います。ハートありがとうございます。チョンです、初見ですって。長辺さん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です。アーカイブね、ありがとうございます。5日からね、チートデイはたまにやってるんですが、2週間に1回とかかな、多分トータルですると2週間、1週間半とか10日に1回とかかもしれない、もしかしたら。 I love you、 ありがとうございます。くまちゃんもありがとうございます。すごい、名前からして美味しそう。ふわとろ卵濃厚デミグラコロハンバーガー。なんて幸せそうなキラキラした名前なんだ。鎖骨さん、ありがとうございます。虹色の星たくさん、ありがとうございます。ふざまダンスも回す、うまいのすぐすぎないって、本当にありがとうございます。嬉しい。あ、てかね、てかねっていうか、てかね、最近ね、お買い物をしたの。そう、それもね、今日なんか買い物をしたものとかが届いたりしたのがね、昨日今日明日とかでこう畳みかけてきてるから、ちょっと最近ちょっと楽しい。いつも楽しいんだけどね、いつも楽しく過ごしてるんだけど、いいこと続き。ケンさん、ありがとうございます。ね、何買ったんってなるよね。なるよね。まあ東京に来てからっていう形だから、多分普段買わないようなやつなんだけど、加湿器とかお家に届きました。加湿器、冬は大事。そう、最後のね、アンコールとかで結構皆さん一人一人にこうね、手振ったりできてすごく嬉しかったです。 I love you、 リクヤさん、リカちゃん、ありがとうございます。 I love you、 トミさん、トーカちゃん、ありがとうございます。そう、保湿大事。そう、なんか
さ、ちょっとした機械系って嬉しくない？届くと。そう、加湿器買っちゃった。あとね、あれも来るの、ホットカーペットじゃなくてなんだっけ、電気毛布とか。一番元気？本当ですか？私割とニヤジャイの中でも最年長組なんだけどな。あれあれ。ありがとうございます。元気はいいことだと思うから喜んどこ。カズキンさん、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。そう、冬への対策。そう、あとね、ストーブも届くの、あとちょっとで。マクレス祭りだった、本当に嬉しい。なんかレスっていうレスもさ、なかなかちょっと慣れない、慣れてはないからさ、ちょっとね、ちゃんとできているのだろうかというのもあったんですけれども、皆さん結構あの、なんだろう、反応してくださってたから嬉しかったです。私もすごく嬉しかった。同い年？おー、嬉しい。19歳だ、じゃあ今年19の代ですね。私はまだ18なんだけど、もう19歳ですか？どうだろう。ね、ゆき、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、私妹っぽさある？本当ですか？私ね、地元の友達とね、この間電話したんだけど、あの、妹っぽいねって、なんかそう、改めてなんかそういう会話とかしてたんだけど、ゆうかは同い年の中でいてもなんか妹っぽい立ち位置だよねっていう会話をなんかしてました、友達と。そうなんですかね、どうなんですかね。けど私自身がさ、妹だからさ、そうなってるのかもしれない、そう見えちゃうのかも。姉になったことはなくて。話してくれて嬉しかったよ、嬉しかったよ、嬉しい、やったね。19歳、あ、じゃあちょっと先輩じゃないですか、数ヶ月先輩だ。ありがとうございます、応援嬉しい。そう、妹みたいってね、なんかそう、確かに地元の子たちとかいても、なんか割と私はみんなにこう、同い年だけどね、なんか姉のようにしてもらっているのかもしれない、あ、妹のように扱ってもらっていたのかもしれない。まあまあ、誕生日2月だしな、ほぼ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 1個したみたいなって思っとこう。思っとこうやからね。仕事あるの朝からようやく燃えついた、配信見れてよかったって。お仕事お疲れ様です、ありがとうございます。嬉しい、見たいと思ってくださってたの嬉しいよ、ありがとうございます。ね、全体が閉まる墓、閉まるか、ああ、なるほど、あ、私がそういう、そういったあの役割ということですか。あら、ありがとうございます、頑張ります。どの楽曲の衣装が好き？私はね、私は、え、先輩方のということでしょうか、ってことでしょうか。ニャージョイの中だったら私はね、超孤独ライオンの衣装が好き。てか全部好きなんですけどね、全部好きなんです。全部好きなんです。最新曲ですからね、じゃあ、ここだから。そうそうそう、急に声出して、あ、ごめんなさいね、イヤホンの方、ちょっとびっくりさせちゃったらごめんなさいね。そう、最新曲ですからね。いや、すごい久しぶりにね、あの、ニャリーイコールジョイの衣装を着させていただいたんですよ。なんか、みんな初期に戻った感じがして、すごくさ、こうなんかこう楽しかった。ニャリーイコールジョイの衣装を着てみんなでね、写真撮ったりする時が。フラジールの衣装はちょっと間だったから、間ブロックだったから写真撮る時間なかったので写真ないんですけど、なんかすごい
MV 撮影の時ぐらいなのかな、ニアリーイコールジョイの衣装着たのって。そう、あとまあ取材させていただいた時とかしていただいた時に着たかなって感じで、すごく結構久しぶりだったので、なんかいいねみたいな、可愛らだし金色だし黄色だしいいねってみんなで言ってました、裏でも。そうそう、あとね、靴がねローファーなんだよね。最近はあのフラジールと、あ、笑ってフラジールとチョコドクライオンはブーツのような形なので、ローファーで踊るっていうのも久しぶりだったなって思いました。ケンさんありがとうございます。セリフ嬉しい、ありがとうございます。そうそう、あ、おおおおって、おお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 、頂上で待ってるのセリフ終了ました、やった嬉しい、頂上で待とうよ。ローファーね、いや意外と踊りやすいです、私は好きですね、ローファーで踊るの、あのなんか地面を感じられるので、はい、好きですね。サイズが合ってさえすればって感じかな、多分ローファーは。そう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 、ゆきありがとうございます。もっと本気で見届けてよ、なんか聞いても好き、嬉しい、ありがとうございます。届けてよ、ロールさんありがとうございます。モチベ上がったのでしっかり踊れる、え、いいな、踊ってくれるの嬉しい。白花の時あって叫びたいでね、声出しね、あのチョコドクライオンのおいおいとかもさ、皆さんね言える日が来るといいね。千穂奈ちゃんありがとうございます。そうそうそう、そう地面感じられたので、そうなの、良いなという形でした。結婚して見えた気がする、私見えてたよ。大好き337拍子、337拍子、なんか337拍子ってすごい久しぶりに聞いたな、その単語を久しぶりに聞いた。それ褒めてくれて、ごめんなさい、すごい褒めてくれるじゃないですか、いいの、そんな褒められちゃっていいのありがとうございます。レイさんはじめまして、よろしくお願いします。村山由香です、ありがとうございます。全部最高でした、嬉しい、ありがとうございます。応援団してました、小5の時にしたかな、あとはしてない、小学校5年生の時1回だけしましたね。目的地のないままに何かへあら、虹色の星もありがとうございます。会いたい話したいな役が、嬉しい、いっぱい待ってますよ、ぜひぜひ、私はもういつでも、もう皆さんを待つ姿勢でございます、いつでも待ってますロロさんありがとうございます。 100% よかった、押してよかったなって、嬉しい、押してよかった、押しになれて嬉しいこれからも押してよかったって思ってもらえるように頑張りますね、嬉しい、ありがとうございます。もっと頑張るぞ。お話し会あとちょっとだ、4日はあとちょっとだね、楽しみですよ。あの結構あれだね、あのなんだっけ、連続じゃないですか、土日で、楽しみだね魔法は本当に良かった、やった嬉しい。もう本当に全ての楽曲がもう好きな曲なので、あの先輩方の曲をさせていただけることが本当に嬉しいですし、なんだろう、こうね、ニアジョイ入って本当良かったなって思いましたね。もうなんか常に思うけど、
なんかふとした瞬間とかにも思うんですよ。で私東京にこの間レノンと話してたんだけど、なんか東京に住んでる時点でなんかすごくないみたいな会話してたの。なんかふとした瞬間に東京いるねみたいな、そういうのでもなんかこう宮城へね入れてよかったなってすごいずっと思いますし、ふとした瞬間にやっぱ感じますね。ひっくり返りました。11月最後にやってくれたエモポイントだね。確かにね、11月だもんね。最高でした、嬉しい、ありがとうございます。セトリもね本当に嬉しい、ありがとうございます。東京出てきてくれてありがとう。そう、東京、東京だよ、東京にいるんだよ。驚きだよね。心が温まるんだがってポッカポカに。もう今日寒いじゃん、今日なんか8度とか9度とかだったでしょ。あったかく行こう。いおりさんパート確かにさせていただいたことも多かったかもしれないです。嬉しいですね、ありがとうございます。嬉しいです。シティガールだなって、そうなんだよ、もうシティガールなの。私もね全然まだ都会に馴染めてはいないので、高いビル見たらもういつでも感動しちゃうし、はい、私も今こたつでぬくぬくですね。大したものですよって、いや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 、けどやっぱり物があるからさ、東京は近くに何でもあるんじゃない。まあ住んでる場所にもよると思うけど、なんかねちょっと行ったら何かあったりするのが東京のイメージ。いおりさんは推しなので、ゆかぴょんは素敵に歌い上げてくれ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に私もさ、そのいおりさんのそのパフォーマンスすごく好きで、イコノイジョイ2022でなんだろう、より近くでLINE が来ちゃった、より近くでそのいおりさんのパフォーマンスを見させていただいて、もうやばいみたいな、もうすごすぎるみたいな、いおりさんのようなパフォーマンスできるようになりたいってずっと思ってて、だからそのまさかね私もそのいおりさんのパートをさせて務めさせていただいてることも多かったですし、動画でなんだろう、なんか溜めるところとかがすごくこうメリハリがあるというか、いおりさんなんかすごくそれを感じるんです。私はなんかこうその参考動画とかを見させていただいてる時に、からなんかここいおりさんちょっと溜めてるなと思ったら、こうねなんだろう、しなやかにしてみたりもしてはみたりもなんですけど、なかなかやっぱりもうなかなかちょっともうまだまだ技術が追いつけない所存でございます。やっぱり先輩方の楽曲をさせていただく中で、カバーなんかそのなんだろう、合宿の時にもすごくこうクリエイトボーイさんから言ってくださったんですけれども、学ばさせていただいたことなんですけど、やっぱりそのカバーするなら本家を超えなさいってすごくこう教えて教わりまして、確かにそうだなと思って、本当にこうもう私は合宿の時に何こう当時は必死だったのかもしれないけど、今思ったらもう全然なんかもうポカーンってしてたし、なんかこう意識足りなかったなって思って、ちょっとね頑張ってます頑張ってますって、頑張ってることを頑張ってますっていうのにちょっと違いますよね、違いますね。けどそうやっぱりこうリスペクトを持って行動 しなきゃですよね、頑張ります。言葉がさ語彙力なくて本当にごめんなさい。そうやっぱりその言葉は刺さりますよね。合宿出てた手をくれたでしょ、来た時鳥肌立ったよって、ありがとうございます。いや言葉語彙力がちょっと私には欠けていて、はいはい
ゆじゅうちゃんめちゃくちゃ好きになった、ありがとうございます、ドキュメンタリー嬉しい。いやあごめんなさいね、ペットボトルパコパコって、合宿半年 ?8 ヶ月か、8ヶ月前だって MC 出てましたけど、8ヶ月前なんだと思って、いやーね、ぜひドキュメンタリーもね見返してください。私はもう恥ずかしくて見てられない、恥ずかしいから見れない。一回ずつしか見てないかも、恥ずかしい。私憑依型ですか、もしかして。そうなの？自分で気づいてない。憑依型はねあゆみんな気がする、私がこう近くで見ててメンバーをね、あゆみ憑依型だなって思う。かっこいい、ステージでの輝きが、あの普段もすごくお美しいんです本当に、あゆみんはなんかもうリハ美しいなって思うことも本当に常に思ってるんだけど、 I love you、 ありがとうございます。あのステージでのあゆみんの、なんだろう、いい意味で何か乗り移ってる感じも素晴らしいですね、すごいって思っちゃう。邪魔っちゃけどね、かっこいいよね、かっこいいのね、かっこいいです。全員のセリフで震えた、嬉しい、ありがとうございます。私のも入ってるっていうことですか、嬉しいです。ミリさんはじめまして、よろしくお願いします。村山優香です、ありがとうございます。いやもう進化しすぎてて嬉しい、なんかもうなんかすごい、もう今日コメント欄全部録画して見返したいぐらいある、もう嬉しい、皆さんありがとうございます、嬉しいよ。ありがとうございます。特別公演の裏話、え、そうだよね、そう、こういうのはね配信で言わないといけないんだよ、そうそうそう、言わないといけないよね。何から話そう、どんなどんな、とうかちゃんありがとうございます。ペアのハモリも嬉しい、ありがとうございます。あのね、その本番前のリハじゃないや、その楽屋でみんなこう残り出番まであと、まあ、30分とかなったらみんな声出したかもし始めるんですよ。で、し始めてこう歌ってるんだけど、あのこうコンプレックスを歌わさせていただいたんですけど、あの歌った4人ジュリー、アオイ、アイミーと私で、あの運命いいじゃなかったとかからジュリーだったかな、あ違う、アイミーが歌ってでこう連番して、こうなんだろう、自然とねこうつなげていって歌って、あ今つながったねとか言って、こうなんだろう、自然と楽屋の中でもあの子もフルまではいかないけど、後半ほぼ歌ったりっていうとか、楽屋でもあのすごい声量なの、みんなガチで歌ってるから、みんなうるさくてごめんねみたいな感じ、もうごめんねみたいな、めっちゃ声出してないみたいな感じで、あの特に私は楽屋であの子コンプレックスをもうひたすら歌ってたけど、もう本当に、ね、緊張で声震えちゃうよね、私なんかちょっと、私もなんか今も緊張しちゃうもん、こう想像するだけで。そう、歌リレーみたいな感じでねしてたりしたし、なんだろう、裏話、何からしようかな。あ、うんうん、マイクさんしないで歌ってくれて嬉しかったです、嬉しいです、ありがとうございます。合宿、あそうですよね、あのそうそうそう、大リリのあのみんなでね、初め本当はその踊るか、あのそう言うか、どっちにするって先生に、あの私たちにあの決定権をしてくださって、あのどっちがいいってみんな的にみたいなのを言ってくださって、でこうみんな結構その多数決を取ったの、目つぶって踊りたい人みたいな、言いたい人みたいな感じで、あの多数決で、あのそういうことになって、セリフをじゃあ考えようってなりました。で、まあ、元のさ
やつがあるじゃないですか、言いたいことがあるんだよって言って、そう、そこからまあそれを基準基盤として、けどやっぱニアジョイらしいというか、その私たちが皆さんに思うことをやっぱ伝えたくって、言いたいことがあるんだよって言って見つけてくれてありがとうって、結構みんながこの言葉どうとか、この言葉入れたいよねとか単語で言って、あ、じゃあこの言葉だったらここのフレーズと被せたら、なんだろう、文字数的に合うんじゃないかみたいなのになって、本当にもう誰の意見がどこのパートかって分かんないぐらいにみんなの意見が入ってて、で、途中ずっと視線、言いたいことがあるんだよ、見つけてくれてありがとう、好き好き大好きやっぱ好き、見つけてくれてありがとう、アイドル目指してきた理由、それはあなたに出会うため、ずっと視線そらさせないよ、世界で一番愛してる、愛してるって言ったんですけど、ずっと視線そらさせないの、そのそこら辺、その フレーズはやっぱりそのね、ニアリーイコールジョイのニアリーイコールジョイの歌詞を入れたいねってやっぱみんなでなって、でもっと本気で見届けてよとか、あの夢を歌えとか、あ、だから一緒に夢を歌ってねとか、そうニアリーイコールジョイの歌詞がちょっとずつ入ってるので、ずっと視線そらさないでねとかの候補もあったそうけど、もう本当にみんなで考えて、結果ずっと視線そらさせないよ、世界で一番愛してる、愛してるってなりました。そう、本当に私ね、場所はもうニアジョイの13人の思いが本当に入って、みんなで考えて、そう、なんかこういうのって切り抜きなっちゃうのかな、私説明下手すぎて、ちょっと大丈夫、切り抜きなってもいいけどならない方がいいかも大丈夫ですかね、私の私さ、語彙力っていうか説明がちょっと、なんか私不意にさ、その発言したことが切り抜きになってることが多くて、別に切り抜きが嫌というわけではないんですけど、私の説明がどうしてもこう言葉足らずなことが多いのでちょっと大丈夫なのでしょうかって思っちゃうのそうけど、上手に、なんだろう、うまく編集で分かりやすくテロップとかつけてくださってるから、ギリ伝わってるか伝わってないかっていう感じなので、その私の動画を、この配信を切り抜くのも大変ですよねって思っちゃう、大変なのにありがとうございますって思っちゃう、ありがとうございます、別に切り抜くことは嫌ではないんですけど、私の説明不足なものでそう伝わってる、賢い子女言いたいって、一緒に夢は歌ってね、あとはね、いっぱいあるよね、いっぱい曲あるもんねPIC の最後ね、やっと図鑑のこの質問のところポーズがあるんですよ、リコとレノンは歌ってて後ろでポーズがあるんですけど、配信で映ってるかな、ちょっとどう映ってるかはちょっとあれなんですけど、それはね、ニアリーイコールとジョイの J をこう書いてて、こう ポーズしてるの、みんながこうとか、なんかこうとか、こうとか、なんかこういろんなポーズして、ニアリーイコールの J という形になっているんです。実はノイミさんがノットイコールと M を作っていらっしゃって、私たちはニアリーイコールジョイなので、ニアリーイコールと J を作って、あとその後の全体の世界では
ないだろうのところも、のみさんはダイヤを作っていらっしゃるので、私たちは王冠を作ったんですけど、王冠どうやって作るみたいな、まあニアリーイコールとニアリーイコールと J もどうやって作るってなったんですけど、もう王冠が上のギザギザの部分が特にこう苦戦しまして、腕をこうどう曲げたらギザギザに見えるのか、王冠っぽくなるのかみたいなのをすごくこう結構時間かけてしましたね。なので映ってるのかどうかわからないですけれども、ティアラになってるよって。そうそうそう、実はニアリーイコールと J と王冠になってたり、サエさんありがとうございます、よろしくお願いします。そうメンバーで、あともう先生ともね、たくさんお話をして決めましたね。あれのあの形になりました。オリジナル曲も楽しみになった、次のライブも絶対行く、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、楽しみにね、次いつかあるかわからないけど、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございますとかかな。うんうんうん、てか、私今日ん、あまだ大丈夫だ、時間大丈夫大丈夫、特別じゃなくて定期で、嬉しい、ありがとうございます、毎月皆さんとお会いできるってなるとすごい幸せだね、今でも幸せなのに。そう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 、生ニアジョイ見に行きたいって、生ニアジョイどうでしたか、生ニアジョイ生ってなんか魚みたいだね。いやもうこのアリスのグルカーはもう本当にグルグルカーテンを、乃木坂46さんのグルグルカーテンもこの後アリスがねしていたんですけど、リハからもう超可愛いの、本当に可愛くて、なんだろう、ユニットの子たちだけでリハーサルみたいなのもあったんですよ。で、他の子たちは見るみたいな、やっぱりこう見てるのね。でこう、感想に、まあ、アーカイブで見られる方もいらっしゃると思うから、まあ、ネタバレにはなりすぎないようにしますけど、まあ、セリフとかがあったのよ。あったんですよ。もうそこが本当に可愛くって、もう、なんだろう、この手振りだったり、アリスの手振りだったりっていうのは、周りのみんながこうやって、こんなことしてからね、周りで、してましたし、最後の、なんだろう、手振ってるところとか、リハだと、私たちがもうファンの方になりきって、アリスみたいな、コノーみたいな、ハートハートみたいな、ラブみたいなのをずっとしてたのを、マネージャーさんに撮られました。その加えてしてる姿、私とジュリーとあゆみがいたの、その時結構もうみんな帰ってて、私たち3人がそのこのアリスのリハーサルを最後見てて、帰ってもよかったんだけど見てて、でわーみたいな、アリスみたいな、わーってやってくれたみたいな、このあーみたいなのをしてるのマネージャーさんに動画撮られてて、みたいな、可愛いわみたいなって言ったら、ね、終わった後に見て見てとかで、なそのね、このアリスを撮ったのだろうなと思ったら、私たちのこの姿がずっと映ってて恥ずかしかった。そう、マネージャーさんのカメラロールに入っていると思います。なんか今の聞いたらすごいゆるゆるなリハーサルみたいに聞こえちゃうかもしれないけど、そういうわけではなくって、そう、終わった人から帰っていい制度で、私たちは終わって本当にただもうラブーみたいなものにしてただけなのね。そう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 、ちゃんとねきっちりしてたよリハーサルは。そう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 、めっちゃね、あとね、あそこが好きなの、J
ちゃ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 っていうところがね好きでね、裏でずっとね、あいみとあの子コンプレックスの入る方向が一緒だったから、あの二人でねこうやって踊ってた、このアリスになりきって踊ってましたね。可愛いよね、なんて癒される空間なんだっていう感じでしたね。そう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 、レッスンの時、レッスンの時はみんな、あ、喉大丈夫です、ありがとうございます、すごくいいよって、あのハモリなんかマイクでのリハーサルとかもさせていただいたんですよ。そのそうさせていただいたんですけれども、それで初めて私と葵のハモリの部分とかをしたの。そのうん、その時に周りのスタッフさんとかもおおって言ってくださってて、私はもう自分に必死よ。葵はもうとのなんだろう、音程とあと声量もお互いがこう自分の音出していかないと飲み込まれちゃうから、自分の音だけを聞くようにしてってね。そうなの、愛を知るのハモリも、えー、ほんとね嬉しい。そう、今回ハモリが大きく分けて3箇所、あの子コンプレックスと愛を知ると超孤独ライオンでさせていただいてまして、癖、うん、癖、ここに置いちゃうのは癖です。なんかここに置くと落ち着いちゃう、落ち着くの落ち着くの。こんばんは、こんばんはね、葵の、いやもうね、葵の歌すごすぎる、良すぎる、ずっと聞いてた。私もあのー、葵と一緒に歌うのもすごくね好きだけど、葵のソロを聞くのももうすごく好き。うんうん、いや葵と一緒に歌うの本当にすごく楽しくって、楽屋とかでもどっちかが歌ったらどっちか、あの2人とも歌うようになるみたいな。私がなんだろう、自分で掴んだのにいいわとか歌ったら葵も続けて歌ってくれてみたいな感じで、っていうことが本当によくありました。あのコンプレックスでもそうですし、超孤独ライオンでも そうやってハモリもねいっぱい練習して、そう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 、いい話、ありがとうございます。マニキュアセンターよかったよってありがとうございます。なんかそう、配信で、このショールーム配信でカラオケ配信とかあったじゃないですか。もうなんかこう何か歌うたんびにネタバレになりそうで本当に怖くって、歌ったかちょっと覚えてないんですけど、カラオケ配信でポニーテールキュルーンをキュルだけ歌ったらなんかこう勝手にそう顔に出ちゃいそうで、私が分かってたからこそ、あのもう配信ショールーム上で顔に出さないようにすごく必死でしたけど、私がそのよくレッスン終わりとかでポニーテールの時とかが多かったじゃないですか。でポニーテールキュルーンだねとかだって、私少し前までそのポニーテール着るんだねとか言ってくださった時に歌ってたじゃないですか、ワンフレーズこれが好きなんでしょとか歌ってたけど、もうなんかもうちょっと発するだけでもうネタバレしちゃいそうで、すっごくもう口を閉じるのが必死でしただからだからポニー着るんだねとかコメントでね言ってくださってても歌わないように、もう気持ちはすっごい歌いたかったの、私はもうすぐ口ずさむみたい
口ずさむの好きなタイプだから歌いたかったんだけど、頑張って我慢して、私すぐ顔に出ちゃう気がして。そう、あとあの子コンプレックスもそうですね。それこそもうもう顔、私けどすごい好きなの、私カラオケ配信とかでももう毎回歌いちゃいたいぐらいにすごい好きな楽曲なんです、どちらの曲も。だからこそもうグーグーグーって気づかなかった、よかったよかったです。とかあのツイッターの用の写真をお話し会の後とかで撮る時もあの癖でこうやってしちゃうの、こうポニーテールキュルンのそのダンスの一部のこう振りの一部のポーズをしちゃった時があって、いやこれポニーキュルって思われないかなみたいな、もうすごい考え込みすぎちゃって、このピースの写真は載っけなかった載っけないようにしました。そう、変に感づかれちゃったらどうしようと思って隠すのに必死。ありがとうございます、それが嬉しかったって、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。そう気にしてた、分かんなかった、よかったよかったよかった、もうサプライズになってよかったですよ。さあもう家族からもさ、かにもさ、こうやっぱ気になるじゃん。でも絶対言わない、絶対言わないからねっつって、楽しみにしてて言いません、もう口をずっと閉じてたけど、あの家族にも言わないということによって結構私あのおだまりができるなって思ったね。そう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 、結構家族にはさ、私すぐさ、なんだろう、相談事とかもなんかこう何も考えなくていいじゃん家族って。だからすごい相談とかしちゃうんだけど、もう家族にまで黙るという、そう家族内でも内緒のことができるようになって、宮城に入ってもうそれもそれでなんかね、なんか昔の自分だったら考えられないなっていう感じがします。 MR さんありがとうございます。そう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 、お黙りしてましたそうだから家族もすごくね、すごいよかったよっていっぱい言ってくれてましたね。お兄ちゃんにも、お兄ちゃんにも言ってないです。そうそうそう、お兄ちゃんまだ見てないかな、アーカイブ配信で多分見ると思います、私のお兄ちゃんは。そう黙ってましたよ。そう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 、手くれご視聴よかった、ありがとうございます、ポニキルもありがとうございます。どうしようかな、どうしようかな、配信どうしようかな。今日ご飯、私ねご飯っていうご飯を食べてないの、本当に私甘いもの好きだから甘いものをひたすら食べていました。本当にひたすらに食べていました、何も気にせずに。なので何を食べたかと言われますとちょっと分かりません分からないけど、とりあえずいっぱい食べたよっていうそう、サイン受け取ったよーって嬉しい、届いてよかったです、ありがとうございますね。食べ物の話になったね、抹茶食べた、抹茶系食べましたよ、食べた食べた。そうご飯、ご飯、ご飯粒は食べてない、なんかね、なんだろう、ケーキとか、ケーキスポンジケーキ系、パウンドケーキとかそっち系でお腹を満たしているって感じ。とかあとね、たい焼きとかいただいたんです、たい焼きとかモンブランとかフルーツサンドとかいただいて、甘いものもたくさんいただいちゃいました、たくさん食べちゃいました。そう、うん、小麦粉祭り、小麦粉いっぱい食べた、すごいいっぱい食べたよ、抹茶系も食べたし幸せでしたね。そう
そう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 、幸せでした。もうねお腹いっぱいってぐらい食べたよ。あと1時間半はチートで小麦粉祭り食べに行ったりは、今日はうんかな。そう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 、食べに行ったり行かなかったりかな、時と場合による。なんかお菓子が食べたい時とかはまあね食べに行かなくてもいけるしみたいな感じかな。追い込みしないとけどね、もうすっごいお腹いっぱい、もう幸せ、おものい、てかね私胃がびっくりしちゃってんの。その数日前までもう前日までさ、なんだろう、もうサラダとかばっかりだったから、もう胃がなんだこの高カロリーをいきなり詰め込んじゃってっていう、胃が驚いてる明日とかすごいむくみそう、ひゃー怖い怖いニアジョイにぜひハマっちゃってくださいよ。ぜひぜひぜひ、ニアジョイのは深いって皆さんに言っていただけてるから、ぜひね待っていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひ、ね、うんうんうん、あーけどね、そう本当になんか私はねその食べ物を控えてたっていう、めっちゃ控えてたってわけじゃないの。朝食べたいものを食べて、まあ昼夜はまあ軽めにというか感じだったの。だから朝はすごい好きなもの全然食べてたの。お菓子を食べてなかったぐらいで、本当になんだろう、朝からカレーとかハヤシライスとか、なんかすごいがっつりした系のもの食べてたの。なのにやっぱり夜に高カロリーを食べるとというか、なんだろうね、やっぱ違うなと思いました。やっぱそれもちっちゃな我慢だったんだなっていう。そう朝から、そうだから私朝胃強いと思うけど、一日中高カロリーのものを入れるのにはまだちょっと胃が慣れていなかったみたいで、今日でめっちゃ胃膨らんだもん。なんなら私も無理しながら食べてたんじゃないかってぐらいに、今日食べないとっていうね今日食べないと、朝からハヤシライスいけますね、いけちゃうの。朝食べられる秘訣ありますか？早起きすることかな。私最近はご飯を食べるためにいつもの時間プラス30分前に起きるようにしました。そう30分ご飯、30分でもね私食べるのゆっくりだから時間かかっちゃうから、最後の方ドタバタ劇をねまだ始めちゃうんですけど、朝からねドタバタ劇がよく開催されてるの私の家では一人でドタバタしてんだけど、けどやっぱりその30分余裕を持つことによって多少はねゆっくり食べれるなっていうのがあるので、そうドタバタ劇、毎日はい毎日開演されてますね。会場がドタバタ劇会場7時開演7時30分くらいかな、わかんないけどちょっと適当に言ってみちゃった、勉強になります。30分早起き、ぜひぜひ。体力つきました、つきました。そうなの、お話し会取ったから、嬉しい嬉しい嬉しい、はい、名前を覚えちゃいますよ、覚えたい、ありがとうございます。なんだっけ、そう体力、夏のフェスのイベントにはの時は何曲しました、5曲ぐらいかな、5曲しても結構ぜぜはは鳴ってたのけど、今回のライブはまあなんだろう、部分部分では一瞬息切れちゃったりすることはあったんですけど、なんかめっちゃ息切れとか息続かないとかがまあ多少は夏に比べたらなかったなって思うと、体力ついたのではないでしょうかって感じですね。でもやっぱりその中でも
体力あってもまだまだなところがあるので、まだまだ体力必要だなっていうのはあるんですけど、夏に比べたらっていう話ね。これはもう夏に比べたら体力がちょっとついたなっていうのはありますね。けどやっぱりこうまだなんだろう、水飲みに行った時間とかもあったので、 MC 中にそうだから、それでね、今後さ、そう水飲むタイミングとかがないことだって全然あるじゃないですか。先輩方ね、約まあ20曲近くぐらいこう通してしていらっしゃるじゃないですか。まあ途中ユニットとかで抜けていたいるとはゆえさ、そうそんな なんか当てにならないのかなって思うの、私はね思うんです。だからすごい十何曲もぶっ通しでしていらっしゃる先輩方を見ると、私はまだちょっと体力ないなという形ですかね。そうスモークね、そうスモークがねまだ慣れないなっていう感じですね。スモークってあれ何なんですか、あのなんだろう成分は。なんかねすごい喉が乾燥しちゃう、スモーク吸うと。てかなんか勝手に吸っちゃってるんだけどね、自然とあるから。そう無理しないで、 ありがとうございます。ランニングの効果かな、かな、なんだろう燻製の気持ち、うん燻製の気持ち燻製の気持ち、美味しい、美味しいかな美味しいかな。ライブ終わりの私たちは美味しいのかもしれない。1時間30分くらい、すごい、ずっとドライアイス、え、じゃあ二酸化炭素ってこと？はあ、そうなんだ。へえ、なんか味するよ。なんか独特の味するけど。二酸化炭素ってあの味するの？そうなんだ。味が濃くなるね。私たちの味が濃くなっちゃってる。ライブ終わり。燻製されているのであれば。二酸化炭素なんだ。何味？なんとも言えない味。ちょっと喉にツンとくる感じ。そう。まあそうだね。二酸化炭素味だよね。ウィンク。あ、てか聞いて、そう。ウィンクで思い出した。そう。あの、笑ってフラジールの、ももかのパートを、一部歌わさせていただいていたんですけど、カバーというか代理でねしてたんだけど、あの何も聞かないからね頑張ってる君は今日も輝いてるが、あの今までと振りが全然違かったの、歌ってる3人と。私はいつもは横の列の人だったから。で振りをねももかにも聞いたの。そしたらウインクがあったんですってっていうのを聞いて、ウインクですか、ウインクですかと。私配信前に、配信前にか、そのショールーム配信でウインクをしたら、あの脳の1割のあの集中力というかがそっちに向かっちゃうみたいなやつじゃないですか。まさかのウインクが振りだというのを教えてもらって、わーおーって思ってわーおーって思っちゃってウインクがあったんです。私はけど振りだからウインクしなきゃと思って、頑張ってる君は今日もチャララン、のチャララン時にウインクがあったの。そうもう驚きで、うんって私動画に映ってるか配信で映ってるか分かんないんですけど、そう1割をかけて私ウインクしているので、多分できてないけどね、両目つぶっちゃってるんだけど、ちょっとそこもできているかちょっと私にもわからないんですけど、ぜひ見てくださいまさかね、けど振りは振りじゃん、振りを無視することはできないから、気持ち頑張ったけどちょっとそこに関しては振りを無視している可能性もありますね。そう歌ってる子たちはウインクがあるみたいで、確かにそう習ってた記憶もある。聞いててウインクするんだって思った記憶もあった。
って言う、あの桃花に言われて、そういえば言われてたなって思った。ウィンク頑張りましたけれども、なんかあの、あ、なんだろう、幸いのことに私右目しかウィンクできないんだけど、こっち向きだったから、まあ、右目ウィンクでよかったかなっていう。これで新芽の実月のポジションだったら、私はもうこれもう頑張ってる君は今日もチャランってこう目つぶっちゃってたと思うので、完全的にもう前も見えなくなっちゃってたから、まあ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 って感じ。まあどっちにしろウィンクできてないんですけどね絶対できてない、できた自信がないもん、一瞬視界真っ暗だったしそう、美月ウィンク上手だよね。私はだからあの唯一ライブで、昨日のライブでウィンクした場所ですね。はい、私のあのファンサにウィンクというのはちょっと未だ存在しないので、いつか出てくるかもしれないんですけど、ちょっと未だちょっとできてはいないので、振りとしてウィンクをしました。気持ちは気持ちはかっこ気持ちはそう、一瞬視界真っ暗、なんだろう、普通のまばたきよりウィンクしてる時の方が目つぶってる時間が長くってシャトーさんかな、シャトーさん、はじめまして、よろしくお願いします。うん、右目だったら5割ぐらい持って行って行かれてたかもしれない、チュランって。1秒ぐらい目つぶっちゃうな、難しい、両面ウィンク得意。そうケイさんありがとうございます。そうそうそう、視界真っ暗では真っ暗はできてないかも。そうなんですよね、多分できてない難しいね。ファンサーウィンクはさすがにハート打ち抜かれちゃうね、抜かれちゃうよね。私もしてみたいよ、してみたいけどできないと思う、できないからさ、どうしてもね。いや、ウィンクは武器だよね。なんだろう、なんか写真撮るときとかもさ、ウィンクしてる写真あげてたらみんな可愛いなって思うもん。もちろんね、他の写真も可愛いんだけど、ウィンク可愛いなって思うのにできないから。ゆうやさんありがとうございます。ね、できないよね。お、結果言いますね、ドキドキじゃん。土曜日まで、じゃあ私ドキドキしてますね、楽しみにしてる。なんか元気そうだから、元気そうだから大丈夫かな、ちょっと楽しみにしてますね。そう、 MC の練習はなんだ、リハーサルの時に、投資のリハーサルの時とかに、まあ投資だからね、 MC をしてって感じだったんですけど、けど基本はもう個人での時間の方が MC 練習は多かったかな。まあ感想とかもあったしね、あれだけど、そう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 、私だけ映した、嬉しい、ありがとうございます。大丈夫かな最初の MC めっちゃ早くなかった？そう、私多分早口でしたよね。そう、それはね思いました、ごめんなさい、聞き取りにくかったらごめんなさい。10しかない、本当に私しか見えないよ嬉しい、ありがとうございます。じゃあ、あと10本ぐらいで終わろうかな。そう、MC です。え、本当にそう見えました、本当に嬉しい、ありがとうございます。そう、 MC な、落ち着いて言うのを意識しました。 MC は再開になりました、やったー、嬉しい、楽しみだ。1月、みんな緊張してたよね。そう、自己紹介ってなんであんなに緊張するんだろう。その記者会見の時も名前とか年齢とかね、分かなくなったって言いましたけど、なんかあの昨日もあの、なんだろう、出身、年齢、ニックネーム、
名前だったの、まあ順番的に。福岡県18歳優香村山優香ちゃんとあのイメトレしてた。私がね最近なんかもう気持ちが19歳なんです。もう19歳の大人の心でいようっていうのを最近をモットーにあの行動してるんですけど、まああのそうなってるかどうかはこう、まあ、また別として、気持ちは19歳なの私はそう気持ちは19歳なんですけど、まあ実際は18歳なわけですよ。だから19歳って言いそうになっちゃって、あのリハとかでね、本番は18歳だって心に唱えてたから大丈夫だったけど。エスミレノンことエスミレノンですね。確かに可愛かった。モニカさんありがとうございます。ありがとうございます。そう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 、みつきはそうみっちゃんだからね。みつきは私はあのリハであのみつきとか一回言っちゃった時もある。みつきって呼んじゃうけどみっちゃんだからね。そうそうそう、うなずきながらありがとうございます。親の気持ちになっちゃった。そうはい、渚さんと同い年なんです。実は渚さんのようにちょっと、はい、ハイスペックなようになぐらいになりたいと思います。頑張ります。同い年なので頑張りますそう、めいちゃんありがとうございます。そうそうそうね、ゆかぴょん、ゆかぴょんです。同い年です、なぎささんと。ちょっとね大人っぽくなりたいね私も。みおさんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。大人っぽくなるにはって感じ、難しいよね。ケッケケッケするのが好きなの私瀬戸里は本来だったら10月10日だったので、特別公演が9月ぐらいだったかな、おそらく9月何日かって言われたらちょっとそこまであれですけど、9月の時ですね。秘密、秘密だねこれはだね、秘密だね。嬉しい、ありがとうございます。どうだったでしょうか。そう、みっちゃんことだからね。そう、たくさん難しかった曲はね、ポニーテールキュルーンはすごく難しかったです。あとダイヤモンドリーあのなんか上だけ端折っちゃった、探せダイヤモンドリリーも難しかったですね。この2曲が特にフェスでもしていなかったので、で結構あの早い振りが多かったりしたので、そう、うんうんうん、めっちゃ綺麗だった、ありがとうございます。嬉しい、フラジル超好き。笑ってフラジル、あゆめも同じこと言ってた。あ、そっか、あゆめも配信してたもんね。そう、難しかったですね。あのね、頭混乱になってた時間がやっぱ長かったかなって感じ。あの鏡なしで踊るのが不安だった2曲でしたね。初めはポニーテールキュルーンは踊り、その MV では見てたんですけど、ダンス映像というのをすごくたくさん見てたわけじゃなかったので、これが好き、もうこのポーズがすごく好きで、リボン絶対緊張しました。私あのなんだろう、それこそ一番初めの探しても探しても見つからないとかリハの時
初期ね、ずーっと赤面してた、一人で。でも他のみんなはしてないのに、一人で歌って、一人で赤くなってっていう、緊張しましたね。はじめはね。そう、ツイッターで、そうなんです、開けてくださってて、もうスクショの嵐、私のフォルダーが。嬉しかったです、大泣き、嬉しい、ありがとうございます。探しても探しても、あおりもさ、なんだろう、その前々日のイベントでも、まあ少しだけねさせてはいただいたんですけれども、やっぱりこうがっつり煽りっていうのが初めてだったので、初めはなんだろう、文言考えるのとかも難しいなって思いつつ、この言葉かわいいかな、この言葉の方がかわいいな、いろいろこう言葉チョイスとかも考えてねしました。イラツエもありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。私ね、あゆいんのね、あの似合ってないとかダサいとかどの口でそれを言うがめっちゃ好き、めっちゃ好き。かっこよすぎる。うんね、覚醒してたよね。いや本当にわかります、たくさん練習してのが伝わってきてめっちゃよかった、ありがとうございます、嬉しい、皆さんにそう言っていただけて。では11時で終わりたいと思います。 急だよってね、アリス先輩と呼べ、可愛いよねこのアリス、本当に可愛い。なんか私この間あのコナーに LINE でもう妹にしちゃいたいって送っちゃったもん、あの言わなかったけど今まで、あのもうね言いたくてたまらなくて、もう妹にしちゃいたいって送っちゃった。そう、もう可愛すぎて、何あのなんかふわふわオーラ放ってるよね、ふわふわふわってなんかお花畑みたいな、可愛いね。そう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 、最近ねすっごいコナーと連絡取ってるの。コナーとね、あの前日にはなるんですけど、本番の音とすごい、あの今の気にしないで、一昨日博多弁出そうになって止めたら変な言葉出ちゃった。一昨日に、前日、あの本番の前日にね、一昨日にコナーとね、あのカラオケボックスで煽りの練習をねしに行って、2人で、あの特別公演開催してました。一番近くでこの、あの何だろう、煽りを聞けて幸せでした。そう、このあとね、そう煽りをね練習しに行って、そう戻ってきたー、お帰りなさい、ありがとうございます。そう、煽りの練習をねしてましたね。あとそう、コノアとはね、あの歌詞の意味を深め合おう回をね第1回開催させていただいたので、まあ第2回第3回とね、これから増やしていきたいなと思ってます。そう、カラオケボックスの中で特別公演がね開催されましたよ。この後2人で開催してました。ではあと4分なので壇上呼びもしていきたいと思います。13位の方からいきますね。13位、ゼロヒロキさん、ありがとうございます。12位、チャンピオンさん、ありがとうございます。11位、ふみさん、ありがとうございます。10位、とかちゃん、ありがとうございます。9位、かずきんさん、ありがとうございます。8位、しほなちゃん、ありがとうございます。7位、りくやさん、ありがとうございます。6位、ゆうやさん、ありがとうございます。
位、サラの魚さん、ありがとうございます。4位、ゲンさん、ありがとうございます。3位、ハムアジさん、ありがとうございます。2位、トメゾウさん、ありがとうございます。そして1位、サコツさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。タワーも本当にありがとうございました。ありがとうございます。その他たくさんのギフトだったりコメントだったり星投げだったり、皆さんありがとうございます。はじめまして、ゆいさん、はじめまして。ニアリーコールジョイの村山ゆかです。よろしくお願いします。今日は配信終わっちゃうんですけれども、明日何時からってしてたっけ。あ、9時、10時、11時ぐらいには配信にいますちょっと何時だったかちょっと曖昧になっちゃったので、また9時半とかだったかなにした気がする。9時半頃配信したいと思います。夜ですね。あ、そう、夜です、ごめんなさいね。21時半頃にしたいと思いますので、ぜひぜひ明日も見に来ていただけると嬉しいです。それでは今日も見てくださってありがとうございました。そして特別声のお話たくさんできて嬉しかったです。ありがとうございます。今日は、あ、明日平日最後だね。わあ、あ、特別公演、あ、見てくださったんですか。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、よかった、嬉しい。ぜひぜひこれからよろしくお願いします。ありがとうございます。仕事終わりに、あ、来てくださるの、名前覚えちゃおうゆかちゃんって、嬉しい。まるむつさんもこんばんは、こんばんは、はじめましてで嬉しい。はじめましての方もたくさん来てくださってありがとうございました。ぜひぜひぜひね、あの毎日配信してますし、あとツイッターも SNS あるので見ていただけると嬉しいです。それでは、あら、たきみきさんもはじめまして、嬉しい、こんなにもはじめましての方が来てくださってありがとうございます。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いできるの楽しみにしてます。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。いい夢見てね。ありがとうございます。